ちは。こんにちは。はい、豊さん、はい、WBC は終わってしまいましたが俺らの時あれいいのにな。なんでこんな歴史が浅いんだよ。2006か、歴史浅浅いよな。つい最近ですよ。なんでプロ野球が誕生してもう100年以上経つんだよ、はい、それがさ、なんか WBC ってなんか歴史が浅すぎて俺らの時もあったらいいのになと思うよな。そうですよね。もっと古くからあれば豊さんだって選ばれたかもしれないですし、可能性としたらな。そうですよ、うん、ということで今回は、はい、豊さんの時代に WBC があったら、じゃあ誰が選ばれてたんだろうということを大胆に予想していきます。そうだな。もう予想というか豊さんのもうあの勝手なあれでいいです。はい、人生 で、まあ、だから年代的には俺がレギュラーになった83年から、はい、まあ、10年間縛りということで、はい、93年ぐらいまでの中でっていうことですよねの中でちょっと選びたいなという、ね、いいですね。で今回 WBC で初めて野球をして好きになった方もいらっしゃるので、じゃあその83年から93年ぐらいの選ぶ豊さんの選手たちが、じゃあ今回の選ばれてた WBC の選手とこの選手がこの選手だよみたいな感じでやっていきたいと思います、はいはい、で豊さんには今回は投手14人、はい、それから保守3人、はい、内野手が8人、はい、外野手5人というメンバー、そして監督も選んでもらいました。はい、はい、じゃあまずは監督、まあ、栗山ジャパンでしたけれども、豊さんの時代だと何ジャパンになるのか。まあ、長嶋ジャパンだろうな、やっぱりな。長嶋さん引退してたし、はい、だから長嶋さんが監督、ヘッドコーチ王さんみたいな。豪華夢あるよな。え、じゃあピッチングコーチだったら誰なんですか、あの時代。いや、わかんない。あ、それはわかんないけどいや、まあ、王さんと長嶋さんが一緒にやるってことは多分ないと思うけど、はい、まあ、長嶋ジャパンだよな。まあ、広岡さんとか野村さん、広岡さんとか野村さんとかでも可能性はあったと思う。ただやっぱりね、長嶋ジャパンっていうのはいいですね。まあね。じゃあ長嶋ジャパン誰を選んだのか、はい、まずはピッチャー14名。まあ、ピッチャーは、はい、年齢とか、まあ、いろいろ抜きにして、はい、まあ、江川さんな、うん、まずまずは江川さん、はい、はい、右ですね。でミスター関東の斉藤正樹、うん、おー、巨人から関東の斉藤正樹投手、はい、で、まあ、西本、カミソルシュート、お、カミソリシュート、同じ巨人が続きますね。続くな、はい、はい、うん、で、まあ、やっぱりいいピッチャーいたよ。そうですね、本当にあの時代、うん、はい、で左、うん、阿波野、あ、近鉄の阿波野さん、はい、もう、ここで左が出てきましたね、はい、ようやく、はい、で大野さん、カブ、左の大野投手でスライダーが消えるというね、はい、はい、で野茂、先駆者ですよ、メジャーの。あ、そう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 、あ、かぶってるんですね、若干。いや、かぶってる。おお、あのね、こう独特なトルネード、なんだそのこんなトルネードまさかみたいなトルネード、はいはい、いいですね、いいですね、はい、野茂さん。で、牧原、あ、これもじゃあ、まあ、若手だったけど、はい、球早く彗星のごとく現れたから、はい、まあ、ちょっと高橋宏斗みたいな感じで入れておこうかな。高橋宏斗投手と同等なんですか、うん、まあ、まあ、そんな扱いでね、はい、はい、そしてで、佐々木、大魔神、大魔神、これはもう抑えということでいいんですか、横浜。もちろんもちろん、うん、はい、で、今中投手今中投手、これ、ごめんなさい、私はこれは中日の左のエースね。へー、はい、はい、で、工藤、あー、もう工藤さん、はい、はい、西武からね、渡り歩きましたけれども。で、塩崎、いいですね、西武の変則、うん、あの進化って打てないよ、多分。あ、そうですか。あれだけ腕振って、はい、あれだけ抜けるボールってなかなか打てないと思う。え、じゃあ侍だったら誰と被ってくるんですか、なんかイメージとして。誰だろうね、あ、宇田が、あのフォークは打てないよみたいな、あの進化打てないぞみたいな、そんな感じだと思う。あ、イメージ湧きやすいです、はいはい、で、山田久志、阪急、はい、ちょっと年だけどね、はい、まあ、ダル的な、あ、伝授、伝授まあ、伝授ってだってないんだけどね、メジャーの経験も、はい、まあ、だけど、まあ、心得を、はい、はい、で、イラブ、イラブさんメジャー行きましたしね、イラブさん、これも高橋宏斗と被るとか、伊藤大海とか、まあ、そういうタイプ、パワーがあるんですね、はい、ラスト高津、あ、高津さん、だから当時考えると変則って結構多かったなと思ってさ。いや、変則多いですね。ね、名前ずらっと並べても、そう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 、おお、で、これど
うします、ここで第一とか第二先発決めるのか、ね、やりましょうか、行きますかそこで、はい、じゃあ第一先発と呼ばれる、はい、まあ、まあ先発だよね、はい、まあ中国戦、はい、ね、開幕がオープニングのも、はい、じゃあこれか大谷選手と被ってくる感じですか。まあそうだね。へえ、これ野茂選手でやっぱ行きたいっていうのはどういうところですか。あ、やっぱりね、彗星のごとく現れて、うん、全部総なめにしていくようなタイトル、うん、まあ、ちょっとコントロールに難はあったけども、うん、三振バッタバッタと取る、ね、うん、でパイオニアという意味では大谷選手と被るとこありますよね、うん、まあでもまあそのメジャーに、うん、まあ、行ってるのかな、もまあ行ってる体で言えばパイオニアだよね、ですよね、うん、あの本当開拓してくれた、くださったので、王者野茂投手が、まあ、中国戦いわゆる第一先発ですね、はい、はい、で韓国戦、韓国戦いわゆるダルビッシュ投手、まあ江川さん、ダルビッシュ投手みたいな感じなんですね、ベテラン、まあもうベテランでちょっと球も落ち気味になってきたんで、ね、そこは違いますけど、ね、その当時はね、はい、ダルビッシュ投手は違いますけど、そこをじゃあ第二戦に持ってきた、この韓国戦に持ってきたという理由は、まあ、やっぱ僕経験値だ、でも球種2つでもうバッタバッタですか。まあ球種2つだけどまたちょっと違った感じで投げるからね、うん、同じ球を、はい、だからまあそこら辺の器用さはあったよね。なるほど。第2戦は江川投手で、はい、さあ3戦目、これが、チェコですね、うん、イラブ、イラブさん、佐々木朗希投手とか、そうそうそう、もうバシバシいけるみたいな、もうで球も速いっていうところですよね、膝に当てちゃうみたいなで、でイラブもロッテのお菓子を持っていけるロッテの街を持って行って、そうそうそう、写真を撮ると、そうそうそう、はいはいはい、じゃああの当時はなかったから、ね、多分変わったか、ガラケーが、うん、ありますありますガラケーないですけど、まあ、あのインスタントカメラで撮ればいいですもん ね、まあ、ね、はい、そして最後オーストラリア戦、オーストラリア戦は今中、うん、中日の、はい、左のね、山本投手とこうじゃあ被るというところになってきますね。まあそうだね、やっぱりいいボール投げたしな、はい、うん、まあやっぱピッチャーらしいピッチャーだった。あ、そうなんですね、うん、じゃあこの中で、はい、いわゆる第二先発と呼ばれるピッチャーたち、はい、というとどのあたりになるんですか。まあミスタースタミナと言われた斉藤雅樹、長いロングリリーフ行ってくれそうですね、はい、でシュートの西本さん、もうカミソリシュート、はい、カミソリシュート西本さんは誰と被ってくるんですか今回だと。誰だろうね、伊藤博美投手でもない、まあ、今永みたいなそんな感じだと思うけどな。ちょっとそうですね、うん、今永投手っぽい。斉藤雅樹さんは、斉藤雅樹は、うん、東投手か、あ、そんな感じかも。あ、同じジャイアンツです。いやこれ見てたら雅樹怒ると思う、あはぁ東と一緒にすんじゃねえそんな同じチームだし、そうですね、先輩後輩だし、はい、それから第二先発は大野さん、大野豊、大野豊さん、カープの誰と被ってきます今回。パワー系だよね、本当にパワー系、高橋奎二、あー、ヤクルトの左の、まあ、そんな感じの、またこれも聞いたら多分大野さん怒る、ね、まあ、まあ、俺の方がお前ってなるかもしれない、まあ、かもしれない、はい、第二先発、あとあとは工藤だな、あ、工藤さん、工藤も今永みたいな、あー、まあ、そんな感じだ、タイプ的に、はい、はい、じゃあこの 1,2,3,4 名が第二先発、まあそうだね、でこうやってくるとあとは1イニングずつ締めていく形ですね、はいはいはい、そうなると他の選手たち、まあ 7,8,9 は阿波野、うん、阿波野さん、うん、はい、これはなんか冷静だからさ、舞い上がらないという、誰ですかね、湯浅投手とかとか、うん、まあそんな感じだよ、はい、でセットアッパーが塩崎、はい、おー、進化こっから抜くんだからコールをすごいですね、すごいだろ、それでコントロールしてんだ、いやすごいメジャーの、はい、みたいな、あ、大注目されて、その当時だったらもしかしてメジャーにスカウトが、ね、あるかも、 あるかもしれない、はいはい、うん、で抑えが大魔神、うん、佐々木、もうここは言うまでもないですね、うん、実際にメジャー行ってますしね、うん、あれ高津さんと山田久志さんはこれはスクランブル、なるほど、これかんって言った時、ここピンチだから行ってっていうワンポイントだったりする、宇田川みたいな、あ、宇田川投手みたいな感じというところで出揃いました、はい、さあ続いてキャッチャー、これ一覧にしてくれるんだろうね、あ、多分やってくれると思う、いや言ってるだけで分かんないから多分な、で誰と被ってくるのかなみたいなのを分かりやすくしてくれると思います、そうそうそう、はい、さあキャッチャー3名、はい、はい、年上からいかないと辰川さんはそういうところ厳しいから、ちょっと、あ、辰川さん入ってくる、辰川さん入ってる、これは
誰と被ってくるんですかね、この WBC だと。まあ、中村。中村選手。やっぱ頭脳派。頭脳派。というん、ことは最後大谷選手の球を受けるってことですか。まあそこら辺はあの監督が決めるからじゃない。まあ達川さん頭脳派。そう、そう頭脳派。で伊藤。まあ伊藤。やっぱ強い時のね、やっぱチームをこう支えてる伊藤。まあ下位捕手みたいな感じなの。まあそうかもな。うん。あと1名です、ね。あとは古田。古田さんはその 時って若いから、はい、だから伊藤よりも若いし達川さんよりも全然下だから、うん、やっぱ経験値という意味では、うん、それは能力的には古田の方が一番いいけども、はい、その時代の能力的な経験値というふうに言えば、うん、やっぱ達川さんであったり、うん、伊藤であったりだから、うん、まあその伊藤と達川さんが主戦になってくる。なるほど、バックアップっていう形にはなってくると。ああ、なるほど、面白いですね。はい、さあ内野手、内野手豊さん8名選べました。そうだね。はい。難しいな、これいい選手多いな。多いですね。本当に。まず清原ファースト。ファースト、うん、まあそうですよね。で落合さん。落合さんがじゃあファースト。だからまあ落合さん GH でいいかなって。なるほど、そこら辺は臨機応変に、うん、まあそうだね。ということは今回ファーストが、山川選手であったりとか、あとファーストが、いやだから誰でもできたよ、岡本だとか。あ、岡本選手、村上もできるし。そうですよね。え、じゃあ清原さんは誰と被ってくるんですか、これ。師匠、え、岡本選手ですか、やっぱり。まあそうだろうな。すごいな。で落合さんが村上ですよ、三冠。うわ、そうかそうかそうか、そうでしょ。すごい並びですね。すごい並びで、お、分かりやすいです。すごい。さあセカンド、セカンドは辻。あ、辻さん、そうですね、ベストナインもそうです。で篠塚さん。ああ、じゃあこの辺りが山田哲人選手、牧選手と。またタイプが全然違うんだよね、今と。違いますね、やっぱりスペシャリストだからさ。セカンド辻とあの篠塚さんってセカンドの。そうですね、うん、確かに長打という感じではないですもんね。そうだ、時代によって全然違いますね。違う違う。ああ、そうか。え、じゃあサード。サード原。原さん。掛布さん。掛布さんいました、はい。あの松永っていうさ、はい、いい阪急でいたんだよ。へー、この選手もスイッチヒッターで、おー、まあここには当然入ってくるだろうけどなと思うんだけど、うん、漏れちゃう。やっぱ人数限られてるから、うん、原さんと掛布さん。そうだね。なんてこ、え、ということはここが村上選手だったりとか、あとはあのね、当時はね、やっぱセリーグがすごく人気で、うん、パリーグが少しこう、うん、まあ、人気という面ではなかったんだよね、はい、でも実力の場って言われてて、はい、でも WBC を盛り上げるんであれば、うん、セリーグの選手の方が分かってるから盛り上がるわけよ。まあ、豊さんの時代はそうだったんですもんね。そうですよね、はい、あ、すごい素晴らしい選手たちがいますよね。でショート、はい、ショート石毛さん。石毛さん、はい、ベストナイン取ってます、西武の、はい、高木、うん、豊さんですねいや豊さん、そうですよ、ここは豊さん、マーキーみたいななんでまた高木みたいな。お、いやいや、これは高木は、うん、俺ね、俺はユーティリティなんだよ。どこでも、まあ、結構どこでもできたんだよ、まあ、外野手もそうですよ、うん、外野手からスタートしてるし、はい、内野手なのに、うん、なぜか、ね、はい、だから、まあ、ユーティリティ的なことで入れとけばいいのかなっていう。いやすごいですよ。で大重さんと、はい、高木ちょっと申し訳ない、足も使えるし先頭で出てくれるもするし、どこでも打てるというところで、はい、いやいいですよ。だからあそこで言うと例えば、まあ、ショートですよね。だから、まあ、セカンドもできるしね、はい、源田選手、まあ、サードもできるし、中野選手、まあ、周東選手みたいな形もできますし、まあ、周東ほど足は速くないいやいやいや素晴らしい、はい、さあそして外野手です、はい、5名、秋山。いやもうここはそうですよね、アクロバティック西武の、そうそうそう、いやもうそう素晴らしい選手です。で山本浩二、山本浩二さんはどんな魅力が。いやいや、もうカープの強い時の4番バッターじゃん。それはもう広角に打てるホームランバッターだしね。はい、まあ、だから山本浩二さん、吉田正尚選手みたいな感じですか。まあそうだな、うん、まあそうだな、そうですよね、うん、そしてさらに佐々木誠、これ首位打者取ったりとかして。どこのチームだったんですか。俺は南海とか、あ、大英とかも行ってるし、はい、うん、まあいい選手だった、いい選手、うん、であとは平野健、平野選手、
西武ですか、まあ、中日からね西武ですか、はい、うんうんうん、で、まあ、肩も強いし、はい、足も速いし、はい、ただバッティングはちょっと弱いけどね。じゃあ守備が守備固めもしくはダイソーだとダイソーでそういうのに使えるよね、うん、外野手あと1名残り、まあ、やっぱりね今年、うん、WBC で若手をねやっぱりいろいろ選んだように、まあ、吉村かなっていう若手でね。そうですね、センター、うん、まあ、外野手は、まあ、足を痛めるまではどこでもできた選手だよね、はい、肩も強かったし、そうか、だから吉村でいいかな。おお、いいですね。さあ全部の選手で揃いました。で最後に豊さんにやっていただきたいのが、はい、決勝アメリカ戦のオーダー、はい、はい、決勝メンバーまず行きましょう。長嶋監督、長嶋いいですか、聞いてくださいね。初めて聞いたもの。そう、この前、似てないだろ。似てないです、似てないってよく言われる。いいですよ、いいですよ。俺公演でも真似するんだけど、うん、誰ですかみたいな。やっぱり言われます。そういう反応なんだよ。やっぱりね、始まりました。一番いいか、はい、みんなよく聞け。似てないだろ。似てないです、はい、センター、秋山、はい、お、これはヌートバー選手みたいなことですね。まあそうだね、切り込み隊長、足も40発打って40通りできるんだから。いや、秋山さんすごかったですもんね。そうそう、それを生かす、はい、ね、セカンド辻、2番だね、2番にセカンドの辻選手、はい、だからここは近藤選手とはまたちょっとタイプが違うけれども、まあそうだね、でもまあ辻もね首位打者取ったりとかいろいろしてるからね、はい、で右打ちもうまいし、はい、だからいいんじゃないかな。おお、ここはじゃあ2番に辻選手、はい、さあクリーンアップです、はい、3番大谷選手と被るとこです。3番、はい、サード掛布、掛布さんが大谷選手ですね。ちょっとね、どういうかもわからない。いや、いいですよ。今や大橋巨泉かって言われてる。そうですね、そうですね。でも人がいいし、本当に欲しい時に打ってくれるから。掛布さん、掛布さんね、3番、はい、もう大好きだよね。もう長打力をお願いして、はい、はい、まあ、長打力っていうよりも、まあ、アメリカと戦うんだったら中距離ヒッターになっちゃうよね。まあ、そうはなってしまうんですね。そうだね。あ、うん、じゃあこれはあの中距離ヒッターで秋山さんを返すって形ですか。まあ、そうだね。うん、さあ4番です。4番 DH 落合。落合さんなんですね、うん、やっぱりここは村上だね。村上選手で三冠、まあ、三冠王同士、はあ、DH 落合さん、はい、さあ5番、5番レフト山本浩二。え、ここは清原さんは入ってこないんですか。安定感、感か。山本浩二さんはどういうバッティングをここでしてくれるんですか。ケースによって変えてくるから、ここは1点欲しいって言った時はバッティング変えるし、はい、ここは1人で1点欲しいって言った時は変えるし、だから全然変わる。じゃあここは、あ、うん、まあ、あのアメリカ戦の決勝になってしまうんで、一応村上選手が落ちて、あの5番でしたけれども、まあ、通常だと吉田正尚選手だったので、うん、吉田正尚選手みたいな、まあそうだね、感じなんですね、はい、お、6番です。うん、ファースト清原。ここで清原さんなんですね、はい、お、だから師匠ですね、岡本選手。そうだね。へえ、この清原選手はここでどんなバッティングを。いや、もう一発狙ってくれて、もう一発でも、もう率も残せるバッターだからさ、うん、広角に打てるバッターだから、やっぱ安心して任せられるよね。そうです、まあ、岡本も広角に打ってるし、はい、まあ、そういうのは似てるタイプだよね。そうですね、うん、面白いな。7番、はい、ショート石毛。おお、ここ石毛さんなんですね、はい、ここ7番持ってきたっていうのは、だって打たすとこがない、ね、上位で。そうですね、いや本当に。石毛さんって現役の時ってどこら辺でした。やっぱ西武でクリーンアップ打ってたりだとか、はい、まあ、1、2番も打ってたし、うん、まあ、6番、7番も打ってたよね。なるほど。これって、侍ジャパンだと、侍ジャパンだと7番は山田とか、山田哲人選手だったり。そうかそうか、まあ、まあ似てる感じだよ。あ、そうなんですね、うんうん、さあ8番です。キャッチャー伊藤。あ、なるほど、うん、これはもうあの一緒ですね。侍もここで中村選手だったり甲斐選手だったりとかですもんね、はい、やっぱり伊藤選手を決勝に持ってきたっていうところは。いや、わかんないよ、それ。立川さんではなく、そんな詳しいことを言われてもわかんないけど。立川さんではない。まあまあ、でも西武の強い時のメンバーが多いんだよね、うん、やっぱりね、自然的にね。確かに。だからそういう意味ではこうコミュニケーションだとか、うん、いろいろセンターラインも西武で揃えてるから、はい、まあいいかなと思ってね。そうですね、うん、分かってるっていうこと、勝手知ったる。
まあ、ショートセカンドもそうだし、はい、センター秋山もセーブだしね。そうですね、うん、さあラスト9番、まあ、平野ライトね、まあ、ここが、まあ、源田選手であったり中野選手であったりということになってきますね、まあ、平野選手はその走れるし、まあ、そう何でもできるし、ね、何でもできる。おお、出揃いました、はいはい、ではピッチャー陣、はい、これピッチャー陣は先発だけじゃないです、はい、あの決勝の時と同じようにいきましょう、うん、オッケー。先発まずは、はい、先発野茂、野茂投手、うん、これは先発に最後選んだのはやっぱり慣れだよね、うん、で動じないという、まあ、精神面も含めて。そうですね、うん、まあ、決勝は今永投手が2イニング行きましたけど、じゃあ野茂投手が2イニングまず行くと。さあここからあの決勝は次が戸郷投手が行きました。大野、大野さんやっぱ右左って行きたいよね。あ、そうかそうか、交互にジグザグに行きたいっていうところ、ね、打線じゃないけどね、はい、うん、だけど、まあ、大野さんもスタミナもあるし、まあ、抑えてくれるかな。でここで2イニングですね。そうそう。さあ3番手は確か高橋宏斗、うん、投手1イニング行きました。豊さんは西本カミソリシュート、はい、これはやっぱ大野さんがこう言うんだったら、うん、やっぱ西本さんはこうだから。あ、まあタイプの違う、そう全然違うタイプ持ってくるんです、ね、はい、いやでもなんか新球でやっぱ違いますね。そう、その時のやっぱ野球が違うってこともあって、はい、で次のイニング1イニング行ったのが伊藤大海投手でした。さあここは工藤投手、なんか工藤のまっすぐと伊藤のまっすぐって結構右左は違えど似てる感じがするんだよね、スピンが効いた球が。へえ、投げっぷりもいいし。そうですね、うん、そうですね、まあ、工藤の方が、まあ、例えばスライダーカーブっていうのが良かったかもわからないけども、はい、同じやっぱスピン系のボールだよね。でやっぱ似たようなタイプの投手をここ当ててくるんですね、豊さん。さあここから7、8、9です。7回は大勢投手行きました、うん、豊さん、山田久志、ここで山田久志さんを変速、ド変速、もうアンダースローのシンカーでボールが上がらないみたいな。あー、メジャーの選手を、そう上がらずにフライで打ち取る。そう、なるほど。さあここからは、まあ、ここまで来るのにやっぱり山田さんの扱いっていうのは、うん、まあ、超ベテランで、はい、やっぱりいろいろチームをまとめるために、そう経験もあるし、まあまあ そうだね、その若手のピッチャー陣をこう、はい、ね、勇気づけるっていう意味であったので、ここで起用する豊さんは7番でですね、はい、7イニング。そして8、9、ここはダルビッシュ、大谷投手というところです、はい、さあ、まあ、あの江川さん8回、江川さん行きましたね。ここはなぜ、やっぱりレジェンドの一人だよね、うん、山田さんもそうだし、はい、やっぱここら辺には夢があると思うんだよ、うん、世界一取るんでしょ。取るんです。負けるの。いや、取るんです。勝つんです。ダルビッシュ、それ夢があるじゃん。そうですよね。そう。しかもやっぱり江川さんは長年その日本球界でナンバーワンで引っ張ってきたっていう、その思いっていうのもここでなんかあるよね。ありますよね、うん、そしてで最後は、やっぱ最後は魔人だよ。あー、大魔人ですね。ここはやっぱりもう魔人しかいない。大魔人で最後、あの大谷投手の帽子取ってグラブ投げるのを大魔人にやってほしい。それは似合わないかもわからないけどまあそういう派手さはね、うん、だけど佐々木だと安心でしょう。いや、もう安心です ね完全に。で、あのスライダーで最後三振取りました。大魔人はフォーク。そりゃ当然だよお前。あれでですね、いい布陣が揃いましたね。いや、なんかいるな、内野手が結構いるわ。あの今回いい選手が。そうなんですよ、見ても、まあ例えばこの中に吉彦さんとかさ、はい、他にも、大石大二郎だとか、はい、まあ、結構な選手っていうのは余ってんだよね。まだいっぱいいますよね。あのロッテの西村とかさ、あ盗塁王の首位打者っていう、はい、とか、うん、まあ結構いるよ。そうですよ、まあ、申し訳ないけど高木は、いやいいんですよ豊さん、そこはどう。いやいや、だけど、まあ、ユーティリティという意味ではね、はい、はい、いや、あの見てみたかったですね、このメンバーでのあの時代の WBC を。選考は大変だったと思うよ多分ね。あいつが出るんだと俺出ねえのわがままで、わがまま放題だからこの時代はそうですよね。で、4番誰なんだ、あいつが4番、俺は冗談じゃねえ
そんなわがまま方だよ。そうですね、個性豊かな。個性豊かだね。そうですよね。なんでだよみたいな、うん、なんでまとまりなんかできやしねえよ。本当にバラバラ、ね、最後までバラバラです。バラバラなチームになると思う。ですね。いやでもこれはこれで面白かったです。まあそうだね、はい、はい。